カルトラジオ。はい、サブジャンです。はい、はい、セカンド恒例、はい、なぞなぞやります。やったー。おー、なぞなぞ大人気コーナーですよ。はい、今回はね、あの木村さんがもう答えたいぞということなんですね。そうです、答えたいです。はい、僕が出します。あー、嬉しい嬉しい。全問正解でいきますね。いきましょう。はい、なかなかなぞなぞむずいっすよ。全問正解いけるでしょう。まあ、よっぽどいけると思いますけどね。ね、はい、うん、ちょっとね、今なぞきゅう .com さんから、はい、はい、出してますんで、はい、あのちょっと読みながら行くんで、まあ、その辺多分編集でね、まあ、詰めてあると思うんで。わかりました。はい、はい、いきます、はい、第1問。はい、深海魚にムカつく顔が多いのはなんでかな。これさっき見ちゃったんですよ。あ、見ちゃったんすか。あ、すいません。なるほどなるほど。じゃあちょっとケースケだけ。深海魚にムカつく顔が多いのは、うん、これはイージーですよね。イージーですよ。だいぶイージーですね。答え見てなくてもすぐ解ける問題ですもんね、こんな。そうだよ、うんうん、あ、まあまあでもひらめきやすい、ひらめきやすい、はい、最初。そうなんですか。最初の問題としてはまあいいかなと。深海魚、魚じゃダメなんですよね。ほう、うん、深海魚ってのがポイントなんですよ、うん、深いで実際、うん、深海魚って結構イラッとする顔のやつ多いじゃないですか。多い。なんかすげえ平べったくて、うん、なんか目がちっちゃいとかさ、うんうんうん、そう、まあ、いい問題だなと思って。でも今のってだいぶヒントになってますよ。うんうん、なってかてか今もう途中でっていう感じ。なんか言ってた。なんか言ってた。イラッとするのはなぜでしょうっていう問題だよね。うん、平べったくて目がちっちゃい。うん、普通の魚じゃダメなんですよ。深海魚だからっていうとこなんですけど。お手上げです。言ってたのに。ケンスケ自分で言ってたよ。深海魚？深海魚じゃないとダメ。普通の魚じゃダメ、うん、深海って言った後に言ってたよ、うんうん、深海を、うん、深海を泳ぐ魚、深海なんか言い方、深海なんか言い方、うん、言い方なんか変えてトランスレーションして、あ、深海深海深海言ってたんだけどな、さっき、うん、言ってた、うん、言ってた、言ってた、すげえナチュラルに言ってた、うん、言ってた。マジっすか、うん、じゃあそれだ。再現すると、はい、もう今何回も言ってるけど、魚じゃダメなんですよ。魚じゃダメ、深海魚なんですよ。魚じゃダメなんですよ、深海魚なんですよ、うんうん、って言った時にもうパンって言ってて、そうなんですよ。じゃあ一回答え言ってもらっていいですか。どうぞ。深い、深い海、深いところに住んでるから、深い、深いあでイラッとする。なるほど、今めちゃくちゃ深いだわ。俺今さっきね、それだけ見ちゃったんですよね。そうなんですね。すいません、すいません。でもいい問題でしたね。いい問題です、うん、めちゃくちゃいい問題、うん、なんか二人知ってて俺だけ知らないのがすごい深いな。まあ、こんな感じで謎々やっていきます。そうですよ、はい、うん、まあ、皆さんもね、答えれたらどんどん答えてくれればいいからね。そう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 、うん、僕たちより先に答えれたらあなたたちの勝ちです、うん、そうですね、まあ、僕たちマスターなんで、うん、勝てることはないと思いますけどね。全問正解いきますんで、はい、よろしくお願いします。じゃあ次いきます。はい、顔に楽器をつけてる5文字の食べ物ってなんだ。はい、顔に楽器をつけてる5文字の食べ物、うん、ってことはなななななの顔か、顔ななな、じゃない、おなのの顔、の食べ物で楽器をつけてる食べ物、そうか、かかおの間に楽器のあれが入るみたいな。はい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 。そういうパターンありそうじゃない？ありそう、うん。めちゃくちゃそのパターンある。ね。でも、なんかつけてるって言い方が、なんか中に入ってるとかいう言い方じゃないもんで。うんうん、ああ、そうですね。ね、うん、なんか右か左、先頭か、後ろかに。もう、顔って頭っぽくない？先頭。
顔七七よりもなんか七七顔の方がなんか楽器の名前だ、あ食べ物か、食べ物の名前だ。ずっと楽器のこと考えてましたね。でも顔に楽器がついてるですもんね。顔に楽器をつけてる5文字の食べ物ってなんだ。食べ物、うん、これはね、うん、でもまあ顔しか言わんかな。え、その言い方は、その言い方は顔しか言わない。これがつく、これがつく、うん、食べ物、顔に楽器がついている食べ物、うん、総称ですか。パスタとかカルボナーラみたいな料理名っていうよりはなんか総称、うんとね、うん、まあ一個の個別の食べ物、うんうん、一個の個別の食べ物の名前、うん、一個の個別、顔は顔のままですか。言い方変えます、言い方変えますね、変えますか、はい、あーなるほど、顔に楽器がついてる。これ謎球 .com さんね、ヒントを見るっていうのがあるじゃないですか、はい、このヒントを出してしまうともう多分分かってしまうっていう、あそれぐらいの、はい、楽器の名前なんですよ、はい、ヒントが、はい、この楽器がついてますよっていう、あなるほどなるほど、そういうことか。あでも5文字だからね、はい、楽器の名前自体が笛とか、ああそうだ、ね、から2文字絞られてきましたね、2文字とかだよね、うん、多分2文字か3文字ぐらいの話じゃないと、うんうん、いいっすよ、目の付けどころがいいですよ、うん、とピアノとか、あピアノいいね、うん、ピアノ、食べ物、食べ物、ピノ、ピノ、ピノ、それ2文字やん。上太鼓、太鼓じゃない、太鼓、太鼓じゃない、太鼓飯みたいな、太鼓、それ太鼓じゃん。炊き込みご飯、5文字だ。いこ、明太子、不正解、お正解、すごい、うん、だからそれを、ま、顔面っていう風にうまく変換できればっていうところでしたかね。なるほど、明太子料理ですか、食べ物ですか、食べ物、食べ物か、うん、そうかそうか、料理のこと考えてたな俺。シェフのになってない、ちょっとすみません、謎なぞモードにしないと、そうそうそう、謎なぞモードにしないと、凝り固まってます、そうそうそう、問題がちゃんと聞き取れてねえっていう。ちょっと待ってくださいね、はい、でもやっぱ木村さん得意ですね、得意なんですよ、すごい、もう全問正解いきました。早かったな、4明太子、あじゃあいきます、次の問題、はい、はい、優秀な医者と長い文章への共通するアドバイスなんだ。長い医者と、あ違う、優秀な医者と長い文章への共通するアドバイスなんだ。考え方としては謎かけみたいなもんですよ。本当そうだよね、うん、優秀な医者、うん、長い文章、遂行、遂行する、優秀な医者、死なない、殺さない、治す、治す、治す、でも優秀なっていうとこかな、うん、なんとかするみたいな感じ、なんとかみたいな、いいっすよその質問、うん、これねヒントにもなってますけど、はあ、何々しましょう、あ、うん、何々しましょう、うん、はあ、海峡、ああ正解、正解、すごっ、すごい、なぞなぞのですから、すごい、びっくりした、すごい、すごい、衝撃、おびょーってなったもん、降ってきたな今、うん、すごい、降ってきましたね、なんかいつもあ分かったってやるじゃないですか、うん、普通に降りてきたのそのまま言ってた、すげえこれ全問正解ある、あるっすね、うん、あるっすね、まあでも厳密に言うと、うん、1問目の深海魚、うん、あの俺間違ってるんで、そうだね、はい、もう全問正解ダメです、無理だ。厳密に言うとですよ、うん、これ続いてのヒントとしては、うん、まあ優秀な雇われてる医者って言おうと思ったんですけどね、ああ、そうだね、そうだね、うん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 、うん、まああのケースで正解ということで、すごい、これはもう全然いけましたね、もう謎謎脳に切り替わったらすぐ出てくる、ね、切り替わってますね、うん、ごめんなさいね皆さん考える時間少なくて、うん、いつもねちょっと優しさで考えてるんですけどね、降りてきちゃったからしょうがないです、出ちゃったからね、出ちゃったからしょうがないね。じゃあいきます、はい、はい、完全な白は
白、完全な黒は黒、完全な赤は蚊では、完全な青は、は完全な白は白、完全な白は白、うん、この白はひらがなです、はい、白、完全な黒は黒の黒はひらがなです、ひらがな、完全な赤は蚊もひらがなです、蚊は、完全な赤は蚊、完全な赤はの赤は漢字ですか、漢字です、漢字です、白黒、うん、赤青全部漢字です、うん、答えが白黒蚊はひらがな、そうで、うん、完全な青は、完全な青、うん、完全って多分関係あるんだよね、それがないと、ありますね、ありますね、成り立たないんだよね、うんうんうん、まあ言い換えるって感じですかね、言い換える、うん、完全な白のことを、真っ白、あ、真っ白、いいじゃん、ま、あ、真っ赤、あ、ほんで真っ青、真っ青、正解、すごいすごい来ましたね来ましたね、マジすげー初めて尊敬する顔で見るね、いや、マジすげーよ本当だすげー、うん、今日二重で気持ちいいですね、なんか竿だ、竿なるほどね、これもみんな多分ちょっとついてこれてないかもしれないですね、そうだね、置いてけおりになっちゃってるかもしれないなっちゃってるかもしれない今日のなぞなぞでちょっと一味違いますね、違うね、ちょっと少々お待ちくださいね、はい、はい、あ、いきます、これちょっとイージーです、はい、イージー、はいはい、目には見えないけど回したり絞ったり借りたりするものってなんだ、借りたり、絞ったり回したり、回す、絞ったり、うん、借りたりするものってなんだ、知恵、知恵、お、正解、おー、早っすごい、イージーですから、イージーだった、イージーですから、だいぶ驚いた俺は早っ俺まだなぞなぞの問題を理解してなかったから瞬間ですね、これはイージー、うーん、じゃあ続いて、あ、続いてあのサービス問題、料理の問題ですよ、お二人には、おい、ね、はい、ね、はい、ある同じアルファベットを4つ並べるだけで、うん、美味しい料理の出来上がり、うん、そのアルファベットなーに、理由もお答えください、はあ、なるほど、うん、ある同じアルファベット25しかないもんで、うん、のどれかを1個ずつ言っていけば、いけば、うん、あー、なるほど、4つ4つ4つ並べるの、4つがポイントです、そうだね、4つ、1つでも2つでも3つでもダメです、ダメだよね、5つでもダメです、4つなんですよね、4つ、うん、理解してますよ、ここはそこは理解しましたよ、うん、むずいな、うん、料理の問題、うん、美味しいアルファベット、うん、4なんとかとか、し、うんうん、なんとかみたいな感じだったのがね、うんうん、そうですね、とか、うん、逆になんか A4 とか、そのアルファベットが前につくパターンか、V、 あ、そう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 、 V4、 あ、 V4、 あ、 V4、 正解、そうなんですか早い早いよ。ブイヨンっていう料理、うんうん、料理っていうか、まあ、まあ美味しいもの、うん、あのブイヨンはあれですよね、出汁だもんね、出汁だから、だしだもんね、うんうん、まあそうか、料理、美味しいものだもんね、うんうん、そうとか、うん、まあブイヨン、ブイヨン、うん、すぐ出ましたね、早いな、ね、なんか協力プレイだったっすね、完全に、そうですね、うん、ヨンと、うん、あ、これね、ちょっと理系の問題かもしれない。あ、じゃあ得意だ。理の字も知らんでしょ。理って漢字ですか。でもまあラーメンの問題なんで。ほう、ほう、はい。一酸化ケイ素が入ったラーメンってどんなラーメン？一酸化ケイ素。むずすぎるら。
一酸化ケイ素が多分化学式でなんとかっていうんだよね、うんうんうん、多分そうっすだね、うん、それが入ったラーメン、うん、ラーメン一酸化ってことは O が入りますよね。え、そうなの。一酸化ケイ素、ケイ素が何なのか分かんない。 C とか K とか K かなとか、なんかそういうのかな。 OK。 でもなんかそれなんかこれちょっと飛ばしますか。ちょっと難しい。あの化学式が出てこんと答えはもう絶対出てこない、ね、ケイ素が分かんないな。うん、なんかでもラーメンの方からあの導き出せば、うん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 、なんかいけるかもしれないなと思ったけど、うん、それこそ担々麺とかさ。でも O は絶対つくっすよ。あ、ほんと一酸化なんで。じゃあ、あだからもう O がつくラーメンですよねっていうことだ。O がつくラーメン。お、今なんか来そうな。ケージが。いや違う。ケージがありそうだったよ。ラーメンなんだってことですよね。さあ、うん、何ラーメンっていう感じで、本当、うんうんうん、そんな難しいあるじゃないと思うんですよ。それこそ、うんうん、ね、豚骨ラーメンとかさ、その味噌ラーメンとか、うん、醤油。あとなんか。CO だ。え？塩ラーメンじゃないですか。塩ラーメンは正解。あ、正解なんだ。でも SIO なんですよ。ああ、SI。そういうことか。なるほど。なるほど。そうか。これはちょっと、あれでしたね。うん。まあでも理系ならでは。溶けたかなっていう。SI なんですね。SI、うん、SI が SIO。 SIO、うん、これちょっと、なるほど、待ってくださいね。化学式全然覚えてないな。全然わからん、うん、ケイ素 SI。 もう今ので皆さんも賢くなりましたね。なりましたね、はい。うん、今度からね、SIO で一酸化ケイ素ですね。塩のカップヌードルあるじゃないですか。あれ SIO って書いてあるんで。書いてあるね。一酸化ケイ素だよ。モテる？それモテる？一個モテる。うぜえって思われるよね。何言ってるこの人って思われたら終わりだな。言いたくねえ豆知識やそれ。嫌われるコツ。嫌われるコツ。難しいな。問題選ぶのが難しい。ちょっとレベルチョイスを、うん、そうだね、うん、それを変えてもいいかもしれない。難しいに変えようか、うん、行きました木村さん。これ見たかもしれない、ね、見たかもしれない、見たかもしれない。あ、行きます。はい。地獄で被る帽子ってどんな帽子？ヘルメット。おー、正解。はい、おーそうか。そうですね。え、ヘルメットって帽子なの？帽子じゃないでしょ、あれ。それはね、メットですからね。ね、ヘルメットですよ、うん。帽子じゃないです。帽子じゃないよね。まあ、あれだよね。被る帽子ってっていうよりか、被るものってどんなものっていう方がいい。そうだね、その方が良かったね、うんうん、問題にケチつけ出したら終わりだよ、終わりですね。なぞなぞなんでって自分の時言ってるのに。そうやっぱ答える側は言いたくなるんですよね。あ、一応問い合わせあるんで、謎級送、はい、っといていただければ皆さんもね、利用して、利用させてもらっとるのに、なぞなぞ道にしてもらえればね、うん、考えすぎない方がいいですからね、うんうんうん、こういうのは。あ、いきますね、はい、はい。リコーダー、タンバリン、うん、フルート、うん、クラリネット、チェロ、この中で増えちゃうもの2つなんだ、うん、は、え、多いもん量が、うん、5つですね。5つじゃないか、あーと5つですね。あ、わかった、はい。え、ちょ、5個言ってもらっていい？リコーダー、はい、タンバリン、はい、フルート、はい、クラリネット、はい、チェロ、はい、わかりました、はい、タンバリンとチェロです。おー、正解。なんでですか。理由は増えちゃうもの。あ、上じゃないもん。なるほど、得意分野だ。得意、どういうこと？確かに確かに。今答え聞いて木村さんがよぎりましたもんね。どういうこと？ダジャレってこと？得意分野。
分やでも全然想像つかなかった今の、うん、早かったですね。早かった早かった、うんうん、増えちゃうもの、うん、頑張ってよ、うん、頑張りますよそりゃ次あのイージーです。イージーですか、はいはい、今のところ全部イージーです深海魚ぐらいだよね一番難しかったあれ一番難しかったまだ脳が切り替わってなかったんで行きます、はい、反対にすると、うん、何でも欲しがる体の一部はどこだ。大腸。おお正解。腸大ですね。うわ早いっすね。イージーですから。イージーですか。めちゃくちゃイージーですね。イージーですよ。すごい。体の一部。うん、次もちょっとイージーなのいきますね、うんうんうん。カタカナ2文字が喧嘩しています。うん、誰と誰。カタカナ2文字が喧嘩しています。うん、誰と誰。めちゃくちゃこれイージーですか。これね多分俺は出されたら多分パッとわかるかもしれない。キーボードの中とか。ああ、あるかも。カタカナ2文字が喧嘩しています、うん、誰と誰、うん、でもキーボードなんで何にも想像できないですからね僕。確かにキーボードではない。うん、そこまで難しく考えん方がいいかもしれない。そうなんだ、うん、意地、意地なんで。喧嘩、喧嘩をする、うん、どういう状態ですか喧嘩するときって。それを言い換えるとかかな、うん、喧嘩を言い換える。別にね、うん、カタカナじゃなくてもいいかもしれない、うん、声に出して言う分なら、うん、別にひらがなでも。え、声に出して言う分。ああなるほど、うん、声に出して言う分には誰と誰っていうのを。喧嘩してます。誰と誰、うん、ああそういうこと、うん、なとぬで、うん、一文字みたいな文章みたいな。で喧嘩っぽい、あといいとかね、うんうんうん、ああなるほど、喧嘩っぽく。喧嘩、喧嘩、バトル。おお、正解。どすごい。正解。どすごい。今心から出ちゃったじゃん。どすごいが。この辺の地方の人だと分かるけど、どすごいっていうのはすごいすごいっていう意味ですからね。うん、そうだね。うん、超すごい。そうそう。うん、重複しちゃってます。超。重複ね。重複ね正解正解です。今の謎謎ですよ重複が何を言いたかったんですかって。重複ね重複ね、うん、いいですよ一回答えたらこの謎謎はうん、じゃあ次行きますね。はい、うん、なんで友だとすぐ分かるのさっきの問題が。うん、いや普通に単純に。あ、単純に、うん、喧嘩バトルみたいな、戦いバトルみたいな。なるほどね。うん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 、置き換え系得意ですもんね。かもしれんあんま分からんけどなんかあんまやっとる記憶もないからな熱い。うーん、あ、いきます。はい、飲食店で トランシーバーを使っていたら怒られたよ、うん、なんでかな。無線だからじゃない。おー正解。無線飲食。おー、うん、早っ。すごい早いっすね。なんかね一個落としたんすよレベルを。うんうんうん、結構イージーに感じますねあれやってると。感じますね、うん、いやなんか簡単すぎてちょっとまだついていけてないどうしてもなんか難しく考えちゃうところがあるね。なるほどね、塩ラーメンが一番合ってたな。まあでも O 出てきたもんね。出てきた、うん、あーこれちょっと漢字問題ですけど、はい、いいですか。はい、やってみましょう。俺黙ってきますかね。ちょっとトリッキーな漢字問題なんで、うん、もうトリッキーな漢字、はい、うん、妊娠期間にかける、かけるっていうのは書く、うん、ん？書く？書く、ライトの書くね。そう、読書の書。読書の書、はい、はい、はい。妊娠期間にかける漢字一文字ってなんだ、うん、妊娠期間
に書ける漢字、うん、一文字。妊娠期間に書ける、書ける漢字一文字ってなんだ。妊娠期間、妊娠期間が漢字ってことですか。妊娠期間ってどんぐらいか分かりますか。10ヶ月とか、うん、まあよく言われてる、うんうんうん、うん、あ、なるほど、とつき10日ってことだ。うん、とつき10日で多分10と月と10と日を組み合わせると感じで、萌え、萌え、おお、明るい、明るい、違う、明るい、でも、うん、似てますね、確かに考え方はね、うん、それそれ、そうだよね、はい、明日って明日っていう朝、あ、正解と、あ、本当だ、本当だ、朝、朝か、朝、でも萌えも確かになっていう感じですね、うん、その、でも銃を、ね、重ねるっていう、まあまあ草冠だから、ね、うん、あれですけど、うん、うん、まあ朝、パーフェクト、朝ですね、はい、うんうんうん、なるほど、あ、いきます、はい、はい、ビビビビビビという音が6回鳴った、すると誰かが出てきた、だーれ、うん、ビビビビビビ、はい、うん、が6回、うん、誰かが出てきた、人、人ではないっすね、人ではない、人ではない、はい、動物かな、ビーバー、ビーバー、うーん、違います、でもまあまあそういう考え方ですよね、ビー、ムービーム、ビーム、でもビが6回が6回ですからね、ビー6個が6回出てくるですから、ビー、うん、六、ビ、六とかムーとかだよね、多分。六六首。あ、正解。おー、六六首。六、六、六六首って書いてありますね。六、うん、ビがビビビビビ。ビだから、ビが六じゃないですか。六ビが六回出てくる。六六ビ。六六首、そういうことか。六六首、なるほどね。こうオカルト系問題得意だな。得意なのいっぱい。得意なのいっぱいじゃん。まあまあ、なぞなぞ大体得意ですからね、僕たちはね。得意ですね。得意。本当に得意。悩みて。あー、いきます。はい。おでんファミリーが大喧嘩、あ、うん、卵、はい、大根、こんにゃく、はい、ちくわ、はい、はんぺん、うん、ごぼう巻き、うん、多いんだよ毎回。唯一涙を流さなかったのは誰。涙を流さなかった、はい、理由もお答えください。涙を流さなかった、一人だけいるの。一人だけですね。一人だけ、はい、涙を流さなかった、うんうん、っていうことだよね。え、大喧嘩だったっけ。大喧嘩、うん、おでんファミリーが、おでんファミリーが大喧嘩、涙を流さなかった、うん、だから涙を流さなかった、もうあの具言いますよ。卵、大根、うん、こんにゃく、ちくわ、はんぺん、ごぼう巻きの中一人だけ涙を流さない、うん、はいはい、ちくわ、はい、なぜ泣かない。おー、すごい、中がない、中がない、すごい。めちゃくちゃ気持ちいいリアクションしてくれるんですか。すごいよ、本当だ、本当だ、早いな、本当だ、ちょっとすごい、もうちょっとあれかなと思ったけど、すげえな、もうすごいわ、本当だ、はい、これはもうビシッと決まりましたね、決まったよ、すごいよ。なんか涙を言い換えるのかなと思ってさ、ね、思いました、うん、もっとこらえるとかさ、うんうんうん、そっちか、泣かないか、泣かない、ありがとうございます、はい。じゃあまあもう、じゃあこれ最後にしようかな、はいはい、はい、カレー、ハヤシライス、シチュー、またそういうのかよ、ミネストローネ、うん、醤油を使っている料理はどれだ。え、ガチの話それ。ガチじゃないです、謎なそうです。ガチじゃない、カレー、ハヤシライス、シチュー、ミネストローネ、ミネストローネ、
醤油を使っているのはどれだ。使っている。使っている。使っている。醤油。醤油を使っている。醤油を使っているのはどれ。どれ。シチュー。ビーフシチュー。もう一回言って。カレー、ハヤシライス、うん、シチュー、ミネストローネ、醤油を使っている料理はどれだ。醤油はさ、あの調味料の醤油じゃないんじゃない。醤油、ソイソース。醤油。醤油があの醤油じゃないんじゃない。醤油を使っている。醤油、まさに木村さんが今言ったのがヒントです。そうですよね、うん、調味料ではないっていう。違うんだよね、うん、醤油を使っている、うん、醤油を使っている。考え方めっちゃいいですよ。醤油、醤油。醤油。あ、わかった。わかった。わかったか。わかった。シチュー。正解。なぜなら、うん、シチューで小さい湯を使ってるから醤油。醤油。正解です。完璧です。すごい。すごい。なるほど、うん、気持ちが良かったですね今の。まあでもヒントかなり多かったからね。確かに確かに。そう、まあ、あ、うん、最後、これ最後でしたっけ。これでさ、どうします、もう一問やりたいですか。でもね、木村さんヒント言う前にもうその考えに至ってたから、うん、すごいな。謎のになってますからね、うん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 、すごいなと思いましたけどね、うん、え、締めて。はい、ということで、はい、はい、意外とあのケイスケも木村さんもすげえパッと出るから、うんうんうん、まあまあケイスケはね今までもあれですけど、木村さんもすげえ速さで出てたからすごいな。脳が若いのかもしれないですね。好きですね、謎謎好きなんで、なんか柔らかいっていうか、うん、柔軟なんでしょうね、なんですかね。まあね、全問正解みたいなもんでしたね、まあ、2人合わせてそうだね、うん、みたいなもんだったね、いつもじゃんそれ。だとしたら。まあじゃあ次はケイスケに出してもらって、うん、あ、そうですね、私と友で答えるっていうのを。いいですね、いいですね、ですね、謎謎ですよね、謎謎、謎謎、了解です、了解です、やりましょうよ、やりましょう。簡単なのから難しいのまで、そう、いろいろ集めていきます。あ、お願いします、はい、お願いします。はい、問題に文句を言い出したら終わりです。謎謎は間違いない、はい。はい、ということで今回も謎っきゅう .com さんありがとうございました。ありがとうございました。またあの謎謎やりましょう。はい、はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日もいいお話でしたわ。次回も楽しみね。ではまた後ほど。